指令、見ていただきたいものが。非常に重要なことです。なんだ？届け物です。何年も接触を絶っていた古い協力者からで、コードネームはバーディー。コードネームがバーディーとはな、飛び去るのかな。そいつに報酬を出せ。何としても47を探し出すんだ。ちょっといいか。何をお探して。ああ、ショットガンの弾がどこにも見つからないんだが。他の弾薬と一緒になかったか。ああ、見てみたんだが見つからないんだ。今朝は確かにあったんだが、それに今は裏にも在庫はないはずだ。まさかあのバカな客が全部打ち尽くしたのか。本当か。全部を一日で。待て。それに一日中バカみたいにずっと悪態をついてたぞ。マナーを知らない連中が多いな。嘘だ。まったくだ。それが言いたかった。俺だって悪態をつくこともあるさ。だけどくさぐらいのもんだ。それ以上は未熟な子供のすることさ。連中は F で始まる言葉を使えば一目置かれるとでも考えてるんだろう。その通りさ。普通じゃそんな言葉使わないからな。まったくだ。まあそれで銃弾の入荷は一体いつ頃になりそうなんだ。はあ、1日か2日あれば入るよ。そりゃよかった。じゃあ子供のプレゼントでも探してみようかな。小さいピストルとか38口径ぐらいがいいかな。なあ、また来てくれ。に飾っておきたような品だな。芸術品だな。見つかってた銃なんて。またなのか。直してやるよ。あんなもんちょちょいだ。
こんにちは、カウボーイさん。あなた勝負したいんだって？それじゃあ向こうの店で好きな武器を選んでくるといい。武器を選んだらこっちに戻ってきて勝負だよ。弾のことは気にしないで、勝負する気があるならいくらでも使っていいわよ。見てんじゃねえよ、キモいんだよ怪物どもが。くせえ、うるせえだよ。飛び飛び、トロール野郎。そんなことしていいって言ったか？今すぐやめろ。いいな、やめないとぶちのめしてやるからな。本気だぞ。ああやってみろよ、クソみたいな小人をありがたがってバカかよ。目をくるくるさせて落ち込みやがって。ノームが気に入らないならよそ行け。今度こそ本気だぞ。うちのノームを打って厄介事を起こし続けるならただじゃおかねえぞ。わかったな？はいはい、わかったよ、クソったり。ホーム席の変態野郎、本気でやってろ、このクソ野命中だな。